神戸北のホテルにやってきました。すごい、初めて来たかも。今回は北のホテルと世界一の朝食をご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 GO！宿泊施設を兼ね備えたレストランをオーベルジュと言います。部屋数は30、一部屋ごとに異なるテーマで用意された英国調のアンティークな家具たち。ここ神戸北のホテルは食事のひとときを豊かに演出するオーベルジュとなっています。このホテルの総支配人、総料理長を務める山口博さん。山口シェフは大阪のホテルで修行後フランスへ、パリの有名レストランを数店経てフランス料理界の重鎮であり、21世紀の扉を開くと絶賛されるレストランラ・コート・ロールでベルナール・ロワゾー氏のもと新たなフレンチの風を巻き起こした水のフレンチを学ばれます。帰国後ラ・コート・ドール神戸を開業、1999年ホテルの運営会社を設立、翌年2000年に同ホテルをリニューアルオープン、総支配人総料理長に就任し運営全般に携わっています。まあ、この建物のハード的な特徴というのは、1992年に女性のデザイナーがイギリスのマナーハウスをそのまま持ってきたというコンセプトで作られているので、ハード的にはまあそのヨーロッパの邸宅そのものですね。で、2000年からリニューアルオープンした時のまあコンセプトといいますと、そのオーベルジュ、まあレストランに宿泊設備がついているということで、食べるために泊まる、もしくは普通のレストランまあ、2,3 時間っていうのがまあ食事の時間だと思うんですけど、まあこの北のホテルはチェックインされてからチェックアウトされるまでほぼこう1泊2日の中の時間で美味しい時間と空間の演出という、まあそういった都市型オーベルジュ、日本では初めてと言われてるんですけども、それがまあコンセプトですね。まあ中庭を中心としたイグレックというまあカジュアルなレストランと、その建物の奥にあるアッシュという、まあ、フランス料理のお店、その2つが大きなアウトレットですね。そうですね、まあ、北のホテルっていうハードも、僕たちが作るお料理も皆さんにとっては一つのツールでしかないと思ってるんですね。で、それが完成されたものではなくって、そのツールを使ってお客様と我々の従業員たちがコミュニケーションをとって一つのものを作り上げていくのでね。だから、まあ、一つのアミューズメントとか一つのこうなんかスポーツをこう見に行くとかみたいな感覚でね、参加しながらそういった雰囲気を作り上げていくみたいなね、文化的な楽しみ方をしてほしい。何かその座ればそこに全て完成されたものがあるように我々はプロとして準備をするんだけれども、それが本当に完成されるのはそこに来るお客様がなければ完成しないんでね。だからこう相互感で作るものだと思うんですよ。だからそういった意味ではレストランを学ぶとか楽しむとかエンジョイするということをこう意識して来てもらえれば、多分今までに経験したことのない素晴らしい時間と空間をこう体験できるのかなと思います。それでは世界一の朝食をご用意していただきましょう。わあ、すごい。これが北のホテルの世界一の朝食ということでご用意していただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど目の前にありますのが、まあ、北のホテルの、まあ、ベルナール・ロワゾーといいます僕の師匠が、まあ、作り上げた世界一の朝食ですね。はい。世界一の朝食、まあ、目の前にいろいろ並んでるんですけれども、よければメニューの説明をいただければ。そうですね、はい、全体的には
皆さんよく召し上がっているアメリカンスタイルではなくて、全てが整った形のコンチネンタルスタイルです。なるほど。もうこれがパーフェクトな形だっていうことですね。そうですね。整っているという。はい。うん、であと、まあ、一つ特徴はアメリカンスタイルって言いますと生のサラダがあると思うんですけども、はい、このコンチネンタルにはサラダがないんですね。確かにないですね。はい。でただ皆さんやはりこうサラダがないというふうなご希望が多かったので、うん、我々は飲むサラダということで今5種類のジュースをご用意しています。そして一つはオレンジジュースか、まあ、パンプルムース、グレープフルーツをお選びいただくんですけれども、あとの4つは、まあ、2種類以上のフルーツとかお野菜を、まあ、混ぜ合わせて作った全く新しいお飲み物ですね。はい、飲むサラダという。飲むサラダ、はい、目にもいいですね。色鮮やかですし。そうですね、はい、小さなタスに入っているのはカツオと昆布で作ったスープなんです。これですかね。はい、日本人のお客様が多いんですけれども、やはりこう朝お味噌汁みたいなこう温かいもののイメージがあるんで、まず最初にこの一番だしのスープをこう召し上がりいただいて、胃を落ち着かせていただいてから本格的なコンチネンタルスタイルの朝食を召し上がっていただこうということで。なるほど、はい、お客様のご要望で生まれたメニューですね。じゃあ一つ一つちょっとご説明していきましょう。はい、まず手前の左側にあります、はい、これ丹波の黒豆とかアーモンドとかピスタチオとか上に乗ってあるんですけれども、これは実はタピオカを牛乳で炊いたタピオカオーレというものですね。タピオカオーレ、はい、いろんな食感を楽しんでいただく、まあ、一つですね。はい、そしてその右側にありますのが季節のフルーツですね。そしてその右側にあるのがパフェオーレ、はい、そしてその上には丹波地鶏の卵を用意しています。そしてその左側にありますのが丹波のヨーグルトなんですけども、丹波の業者さんに特別に作ってもらっている、まあ、乳酸菌が普通のものよりも10倍ぐらい多い、はい、ちょっと酸味を効かしたものです。いちごのフレッシュ感そのままのコンフィチュールをヨーグルトの中に入れていただいてお召し上がりいただくのも大変美味しいですし、はい、そのいちごのヨーグルトの横にあります蜂蜜ですね、はい、2種類同じような色のものがあるんですけど、透明感のあるものが国産の栗の花の蜂蜜、これをヨーグルトの中に入れていただいて、ヨーグルトの酸味と蜂蜜の甘み、これを口の中でこう両方感じるようにお召し上がりいただくのがおすすめの食べ方です。そしてハムが2種類、はい、右側が生ハム、左側がジャンボンブランといいまして、はい、もものハムですね、まあ、白いハムというふうに呼ばれています。パンがカテゴリー的には2種類あります。はい、右がクロワッサンですとかパンオショコラとかフィナンシェ、少しベノワズリー、菓子パン系統のものと、うん、左側は食事パンですね、はい、でこの食事パンを好きなものの上にジャンボンブラン、うん、ちょっとたっぷり、まあ、折り曲げて乗せていただいて、ジャンボンブランの上にバターがありますが、3種類、ナチュラルと香草とトマトを練り込んだバターですけど、お好きなバターをハムの上に乗せていただいて、オープンサンドのようにお召し上がりいただくのが僕のおすすめです。なるほど。はい、あとコンフィチュールのお皿の上に自家製のグラノーラがありますけれども、うんうん、このグラノーラはタピオカオーレに少し食べてから加えていただくとさらに食感がプラスされるので、うんまあ、美味しいかなというふうに思います。はい、はい、たくさん美味しそうなものが並んでるのでぜひいただきたいと思います。いただきます。はい、いただきます。空間だけじゃなく料理も楽しむことができる神戸北のホテルで優雅な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。